なんか変。なんか変。なんか変。はい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 。結構ファンキーな子になってるで、これ。いた。どんだ。いた。はい。大地。はい。髪切るって。そうだよ。長いもんね。まあ確かに伸びたな。ちょっと一周回ってよ。はい。くるん。ああまあ寝癖はまあさておき。伸びた。聞いてきじゃあママと。うん。わる。うん。パパと小春でさ、うん、太一がどんな髪型で帰ってくるかさ、うん、予想してみようよ。はい。な。でこれママにちょっとお願いしてさ。ばらーん。太一くんの、髪型ない似顔絵。ママに用意してもらったから、これでさ、ちょっと、ここの部分をさ、お絵かきしてさ、待っとこうよ、太一の帰りを。うん。OK? すぐだから。え？すぐ。すぐだから？じゃあ待ってるな、二人で。行ってきます。うん。抱っこして。行ってきます。お姉さんは。うん。じゃあ、太一くんのイメチェン、行ってらっしゃい。はい。バイバーイ。イメチェンちゃおう。ぶつかってるけど。はい。じゃあ書こうか。はい。な、はい。これ太一くん。これも双子の太一くん。太一くん、これを書いていきます。はい。どう？どうしようかな。これキノコヘア描こう。キノコ？うん。またキノコすんの？うん。帰ってきた。え？はよ行って。はよ行ってください。タイチ前のキノコヘアの時どんなやろ、どんなやろな。ちょっと前髪長すぎたけどな。うまく描けるかな。さあ何？キノコヘア。キノコ。でそれでなんかセットしてくる。ああ、整髪料つけてくるって。うん、なるほど。そっか。かっこって出てくるかもしれない。うん。耳の位置が低いな。どう？センター分け。いいけど、あれ。え？タイツそんなこと知ってるかな？こんなにはならへんかな。失敗したな。タイツさっき、かなたくんと同じ髪の毛がいいって言ってた。え？そんなん言ってたん？何その情報。パパ聞いてないって。知らねえ。だからキノコかなと。せこい。そんな情報入れてたんや。もしかしたら。うん。だいぶママに怒られて、うん、髪セットしてきてなんか可愛くなる。なんで怒られる？なんで怒られる？待ち時間めちゃくちゃうるさすぎて。それはありえるな。なんか変。なんか変。なんか変。どうなったんそれ。これキノコ描いてね。キノコじゃんの？キノコでね、なんかセットしてきてるかなと思っていっぱいトゲトゲなってるやん。トゲトゲやったら。トゲトゲヘルメットかぶってるみたいや。ほんまにこれで帰ってきたらどうしよう。で、どっちも合ってへんかったらどうする？ほな、どっちの方が似てるかって。うん、そうやな。赤赤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 赤。かっこいいやん、爽やかやん、これ。よし、塗りやし。太一は今日…ん？ん？
違うな、白 T やったな今日大地。まあいいか、何口紅塗ってんねん。どうしよう、まあいいか、服の色は何でもいいか。あ、服緑にしよう。でパパと一緒やね。はみ出した、めちゃくちゃスパイダーマン描こう。いた、飛んだ。あ、腕が疲れた。うわー、死んだ。あー、いい色の服着てるわパパ。めっちゃうまいやん、スパイダーマン柄。こんなんやろ、すごい、うん、すごいすごい、もはやスパイダーマンな。金色の色鉛筆あるやん。それで小春ここに見つかったちょっと書いてるだろ、金髪になるかな。無駄でいいや、どういいや、はい、できた、できた、じゃ完成って言うて、いい、せーので、完成、さあ、見ていきましょう、はい。どっちからいきますか。はい。あなた。あなた、黒番といて。あなた、あなた。小原さん、おカメラに見せて。はい、3、2、1、バーソン。じゃーん。はい。はい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 。結構ファンキーな子になってるで、これ。これがスパイダーマンの柄の服で、スパイダーマン好きやからスパイダーマン柄の T シャツにしちゃった。で、炭治、はい、鬼滅の中で一番炭治郎が好きやから、炭治郎のピアスつけといた。なるほど、口紅なんで塗ってるの。違う、炭治いつも口開けた時、いつも笑うから、どういうこと、なんで赤くなってるの。だってパパだって唇赤い。せやけど前にカナタ君と同じようにしたキノコヘアやけど、そこにちょっとカナダくんよりかっこいいくする、かっこいい要素をプラスしたと。うん、でちょっとトゲトゲの方がかっこいいかな。キノコヘアに、整髪料をつけてちょっとトゲトゲっぽくなった、はい、太一が帰ってくると予想されます。小原さんは次私です。てっちゃんです。どうぞ。ザ・センター分けで帰ってくると思います。服の色は別にたまたまこれを選びました。パパの髪の毛立体感すごい、立体感すごい、ありがとう。僕が小学生の頃、イケてる髪型って言ったらこれ、センター分け。じゃあもうちょっと帰りを待ちましょう。はい、はーい、じゃあまた後で。はい、ということで太一くん帰ってくるそうです。とりあえずパパはこれで太一を取ろう。 OK、 もう入ってくるらしいで。来るぞ。来ますよ。どうなの、いた。うわー、またキノコやないかーい。キノコにしてください言ったもんな。キノコや、待ってた、待ってた、ザキノコや。ちょ、小春取ってきてよ。どんなやった。小春ちゃんが予想したタイチの髪型出してください。じゃーん。キノコにちょっとスタイリング剤をつけて、ちょっとツンツンしてるんちゃうかー言うてな。あれピアス、炭治郎のピアス。鬼滅の服みたいな。いや、これはスパイダーマンの服。スパイダーマンの服、パパの持ってきて。パパの予想はじゃじゃーん、じゃーん。センター OK。 全然違う。どう、今年の冬はキノコで乗り切る。そう、今ねちょっと上が短すぎるからさ、下まで行かなかったんけど。あ、そうなんや。そう、ほらこんだけしかないね、うん、だから秋冬もうちょっと伸ばしたら本格的なキノコに行けますって言ってたよ。
もうちょっとこうずっしりとしたキノコにもうちょっと下になれるからもうちょっと伸ばしておいてって言ってた。じゃあ本格的なキノコを目指す。そう、冬はね。なあ、はい、キノコ、カナタ君、ニコル、どれ全部一緒。とりあえずイメちゃん大成功、大成功、バイバイ。じゃあキノコ、キノコ大事、バイバイして、バイバイ、バイバーイ。